様です。今日の地名探訪の時間は吉祥寺というところにね、焦点を当ててみようと思います吉祥寺というのはね、東京じゃないですよ広島県の福山市の山間部の方にあるんですねこれご覧ください吉祥寺という寺ですこちら左側の方に写真が出てますけどもね見事なこれイチョウの木ですかねそして門構えすごい迫力じゃないですかこれ 日本のね、木の真ん中に、こう、正門に通ずる道路があるというね。はい、金剛力士像、赤ですか。お重要文化財になっていますが、訪れる人はほとんどいないという。真っ赤ですね。見事な、こういうなね、鬼瓦もあるというね。これはすごいですね。一本の木が両方に分かれたんでしょうか。 さすが、吉祥寺というところでございます。さあ、その吉祥寺はね、吉井町というとこにあるみたいなんですけども、吉井町下、下、鴨 <laughs> 下鴨 <laughs> まあ、この下鴨っていう土地も、なかなか興味深い一名なんですけども、ちょっと待ってくださいね。はい。こちらに持ってきましたのが、東高線入りの地図なんですけども、こちらにね、同じ吉井町に、上野市、 下の市っていう町があるんですよこれちょっと興味深くってえ何が上で下なのかなとどういうことなのかなと思ってちょっと調べてみたんですけどもまあ古くからの集落の形成過程と深く関わってるようですよね一般的に上の市と下の市という地名上市下市ですよね下市ですよねこういうふうに書いてますよね上の市 下の位置でですでこれはうん例えばね上野市が先に集落としての形成を成したその後で下の位置ができたとか川の上流から下流っていうところで分けたのか何かね由来の重きものが上野市だったのか、うん、はっきりと分かりません方角を示してる場合もありますよね。主にはこの中心となるお寺から上 上座を見るのか下座を見るのかっていうところとかねそれから山道からどういうふうに見えたのかっていうことかもしれません、うん、で古くから交通の要衝であった可能性があるんですけども人々が集まり最初に集落が形成された場所が上の市だったのかもしれませんよねであとはね水源の問題ですよ水源となる川の上流側に上の市下流側に下の市というふうについたのかもしれません うん。はっきり言ってね、なんで上下になったかわからないんですよね。わ <laughs> からないんですけども、地名から色々考えていくとね、例えば大原ってあるでしょ大きい原っぱ。ね。ずいぶん開けた土地だったのかもしれません。で、小坂。小さく迫るって書きますよね。それから、上組って書いてますけどもね。うん。それが大正ってのは大正時代にできたのかもしれませんし、琴原っていうのは、なんか琴のね、音色が聞こえてきたのかもしれないですよね。谷山ってのは面白いですね。谷と山が。 一緒になってるみたいなね、うん、こうしてみると地名にもいろいろと言われがあるんだなと思うばかりでございます皆さんのお住まいの場所には由来深き地名見つかるでしょうかそれでは